長井隆太郎は、大正から昭和にかけて活躍した、日本の政党政治家。県政会、立憲民政党所属。大日本育英会創立者。続籍は、東京府氏族。石川県金沢の貧しい小学教員の家庭に、生まれる。石川県氏族、長井昇の長男。旧姓石川県人情中学、同志社中学、関西学院普通学部を経て、 早稲田大学を卒業。在学中早稲田大学郵便会に所属し、同会での演説が大隈重信に認められ、オックスフォード大学に留学。帰国後は母校早稲田大学で植民学の教鞭を取ったが、早稲田騒動で天の葉幕僚中の防止とみなされ、教授職を罷免された。1917年の第13回総選挙で石川県第一区に、 県政会から立候補するが、声優会の中橋徳五郎に203秒差で敗れる。中橋が大阪9区に回った1920年の第14回総選挙では、声優会の米原弟子を破って初当選した。以後連続8回連続当選。民政党幹事長、斉藤内閣の卓務大臣、第一次、この絵内閣の定審大臣を務め、安倍内閣では、 鉄道大臣と、停心大臣を兼任した。民政党内では、新軍派の中心におり、政選官鉄議員連盟に参加。この F ・ミマロ首相の新体制運動にもいち早く、講し1940年には、同志議員35名とともに、民政党を離党。民政党解党、体制翼3会合流の宣弁をつけた。体制翼3会では、常任総務、 東和局長を務めた。九百四十三年、第二本育英会創立とともに会長に就任。九百四十四年十二月四日、慢性腹膜炎のため大東和中央病院で死去。道央の話では、東京で空襲が本格化する状況下、国民に申し訳ないと言い残して永民したという。貧しい小学教員の家庭に生まれた永井は、青年時代から、 貧しい者の,のために自分の一生を献したいという気持ちになったという。大熊と同様、グラッドストーンを深く尊敬しており、1922年にはグラッドストーンの伝記を表している。また、グラッドストーンの反帝国主義思想を受け継いで、卓上在任中には、帝国、総調さを本領とする雄弁家として知られ、歯に衣着せぬ演説で巧妙だった。 中野聖号と対象を成した。また敬験なクリスチャンでもあった。1982年5月3日放送の NHK 特集昭和の名演説に出演した次男の長井道夫によると、龍太郎は演説の前には必ず演説によって一人でも多く良い影響を与えられますように、また一人でも悪い影響を与えませんようにと祈りを捧げていたという。また演説は お金の代わり、すなわち金銭によらない選挙を実現するための道具と捉えていたという。長いけ親戚社会改造を念願とし、日本の内事外交を立て直し、すなわち国民生活の再建設、国民能力総動員によって、最高度の生産能率を上げ、経済組織を改め、新社会を作り、同時に過去数正規自路人種の暴圧に敷いたげられた、アジア民族を解放し、 新興アジアの建設を使命とする、定信大臣当時の長い、ありがとうございます。